お昼寝しようと思ったんですけどもね、なんかニュースが入ってますんでね、やらせのニュースが入ってました。なのでね、ちょっとこれを一本取ってからお昼寝しようかと思います。交番で警官刺殺、容疑者は別の警官に撃たれ死亡、仙台とありますね。19日午前4時頃、仙台市宮城野区東仙台2丁目の宮城県警仙台東署の東仙台交番で、ちょっと名前はこれ読み方わかんないですけど、清野博明ですかね、清野博明巡査長、33歳ですよね。また33が出てきましたね。33歳が交番を訪れた若い男に刺され、清野巡査長は約1時間後に死亡が確認された。別の男性巡査部長が男に3発発砲し、男も死亡した。同署は殺人未遂容疑で調べていると。まあやらせですねこれね。もう33って出てますからここに、ね、なんだろうな、麻原商工の字だなこれな、麻原商工の商じゃなかったかな、清野ね、広明じゃないですかねこれね、巡査長が死んだことになってますね。33ですね。そして3発発砲しということで、ここにも3が出てきてますね。4時頃と書いてますけどもね、まだ時間は分かりません。もしかしたら4時44分とかねそういう、時間かもしれません。これは分かりませんまだね。これね33、吉澤ひとみの事件でもねたくさん出てました。33がねマーキングされてましたね。今回もこの33が出てきてますね。あ、この人ですね。この人が清野かな、清野巡査長ですかね。若いですよね、33歳。どこか海外でも行かれるんですかね、海外出張ですかね、海外研修ですかね、しばらくの間ねえ、それか北朝鮮行くのか、どこか分かりませんけども、どこに行くのかね、ヨーロッパ行くのかアメリカ行くのか、どこかでね研修されるんでしょう。海外出張でしょう、ね、変装してね。これ交番なんですかこれ。この前のね富山交番ね、富山の奥田交番、発砲事件と一緒ですね。ブルーシートこんなね覆い隠してますけども、何が見られたくないんでしょうこんなにね。別に見せてもいいと思いませんか。ここまでガードする必要あるでしょうか。血が一滴も流れてないんじゃないでしょうかね。またね、こういうふうにピラミッドの形をしてますね。なぜかといえばね、フリーメイソンリーだからですよね。ピラミッドの形してます。なんでこういう形するんでしょう。でね、これ徳ダネだったかな、なんかそういう番組の、あ、徳ダネって書いてますねこれね、からの画像ですけどもね、これ見てくださいね。こうやってピラミッドをねわざわざ写すんです。こうやってね、近隣のね映像ですけども、ここをよく撮ってましたね。これが見せたいんですよね。やらせですよっていうことをねピラミッドで教えてるわけです。あとねこのデイブ・スペクター、この人毎日出てるんですがちょっと分かりませんけどもね、この人が出てきてましたね。このデイブ・スペクターね、昔から怪しいと言われてますね。怪しい人と言われてますね。そしてこの吉川祐二ですね、元警視庁の人ね。あ、こう書いてる。
警視庁刑事って書いてます。もうこの人が出てきたらね、ほとんどやらせですね。わかりやすいですね。このテロップね、見たってね、全部インチキですから意味がありません。数字見るだけでいいですね。これデーブ・スペクターね、デーブ・スペクター、この人も33ですね。数比で調べるとね、33になります。合計数ね、ここに書いてますね。これカルディアンだったかな。あ、これピタゴラスですね。175-3269ですね、うん、上の方に来てるのがね、あの E と O のやつが上の方に来てますね。これね、なんでしょう、これ母音になるやつだったかな、これ何だったっけかな、これ母音になるやつが確か上に来るんじゃなかったっけな。まあとにかくですね、この33がマーキングされてます。いつも出てるのかどうかは分かりませんけども、このデイブ・スペクターね、もうこの人も33でね、マーキングされてるわけですね。デイブ・スペクター33過ぎですね。怪しい人ですよね、この人ね。 CIA でしょ、どうせ。これは吉川雄二言いましたね。この人です、吉川雄二ね。この人が出てきたらね、今防犯コンサルタントとか言ってますけどもね、吉川雄二、元警視庁警察官、埼玉県出身、薬物担当刑事、少年担当刑事、防犯コンサルタント、コメンテーターをオールアウト所属ってやってますね。警察に関わる全てのん全ての中でも特に薬物問題、少年問題、無線警ら者常務、留置所勤務、選挙違反取締り本部に従事、特別捜査本部に従事、交通警察に従事と、あとはねウィキペディアみたいなの載ってるでしょうけどね。あ、これいいですね、選挙違反取締り本部に従事。あ、この人たち不正選挙にもね、関わってるんですね。選挙というのはインチキですからね。仮想現実ですよ、あれね、ほんとね、嘘現実というんでしょうかね、作り上げられたね、幻想ですよね、あの選挙っていうのはね、もうすでに決まってますからね、裏の方で決まってますから、話はね、全部選挙で決まろうがね、全部上の指示に従うわけですから。あ、これちょっとちなみにこの33ね、前のやつが出てきました。この目黒のね、目黒の、船戸ゆあちゃんの件ね、虐待死の件ですね。これね3月3日に、逮捕されてます。船戸雄大でしたね、この人33歳でしたね。皆さん騙されてるかもしれませんけどもね、船戸雄大ね、覚えてますか、これ33歳でしたね、ゆあちゃんね、死んでなんかいませんね、船戸雄大容疑者33歳ね。ミッキーマウスもそうでした。ミッキーマウスのコードはね33ですからね、この耳の形とおでこの形で33、それからこのミッキーマウスね、 MM ですよね、 MM っていうのはね、この左側ありますけども、こういうふうにね
横にすると33になりますから。ミニーマウスもそうですよね。まあ、ミッキーマウスもよく登場しますまあこういうことですね。フリーメイソンリー33ですね。逆三角形してますけど、まあ、三角形でもありますね。オードアブカオね、混沌からの秩序、ラテン語かなんかですね。英語でね、オーダーアウトオブケイオスですよね。オードアブカオだったと思います、ラテン語でね。あ、これもそうですね。 KKK ね、白人至上主義団体とかなんか言ってね、これも、創設者はアルバート・パイクでしたかね。フリーメイソンリーの人ですよね。 K はね、11番目になりますかってね、11番目になりますね。 ABC から数えるとね、で11、11、11になりますから、でこれ足せばね、33になりますね。 CNN もそうです。 CNN もね、3、これ3、3に一番下が C になってますよね。これ横向きにするとね、 C、 C は ABC で3ですから、まあ、333になるんですよね。これでね、33も入ってるけど333 にもなるわけですね、これね。向きを変えるとね。警察ね、あ、ちょっと今これしかないけど、まあ、アメリカの方ですけどね、これミシガンですか、ミシガン、州警察でしょうかね。なんて言うんでしょう、ステイトポリースって書いてますけど、これね、フリメイソリーのね、この定規とコンパスがマーキングされてますね。この柱までね、日本の柱まで、フリーメイソンリーのシンボルを取ってますね。こういう感じでね、警察っていうのはね、フリーメイソンリーなんですよね。ね、なんか目的があればね、こういう風にアジェンダがあればね、混乱を起こして、先ほどのね、オーラーアラブケオスなんですけどもね、混乱からの秩序なんですよね。こういうふうに混乱を起こしといてね、後で、まあ新秩序ね、自分たちに都合のいい、秩序を作っていくわけですね。要は法改正とかね、そういうルール作りをやっていくわけですね。最近はこの何ですか、刃物ではなくてね、なんかマシンガンってこれ書いてたかな、とかね、拳銃とか出てきますけどもね、撃ち合いみたいなことをね、派手なことをね、派手なやらせを、注目を集めるためでしょうかね、派手な事件、やらせ事件をやってますけどもね、これもね、もしかしたらそのもう少し、警察もね、何ですか、重武装っていうのかな、ね、装備をもう少しね、良くした方がいいと、もうちょっとあのショットガン持ったりとかね、そうした方がいいんじゃないかとかね、重装備になってくるんじゃないでしょうかね。まあ、あとは監視カメラでしょうね。やっぱね、監視カメラのアジェンダが入ってると思います。そんなところでしょうかね。あ、まあいろいろこういうふうにね、33マーキングされてます。吉沢ひとみの件もね、まだちょっと、ちょっと調べてますけどもね、あれも、33、相当マーキングされてましたね。相当数ね、これでもかっていうぐらい33がマーキングされてましたね。私の動画見たらね、とかこのラッシュンペイズっているんですけど、この人あの、アメリカ人の人なんですけどもね、
ここにはちょっと今画像ないんですけども。